屋久島での恒例となってるんですかね、ロングショット、カットなしの一周転生で一周、なんですね。はい、とてもとても、いつも楽しみにしてまして、もう何回目かな、6回目7回目いつも同じとこはしてるんですが、まあ感じることがその度に違って、非常にゆっくり、自然を感じながら走ります。そうですね、はい、森の力をいつも感じます。まあいつも自然の話をしてますが、自分の中にもなんか大森林って僕ある気がするんですよね。まあ、人間観っていうのはやっぱりね、自分をどう捉えるかってことは本当に大事なことだと思うんですが、なんか捉え方が単純な人って言いますよね。自分が何を欲望してるのかとか、何を大事にしてるのかとか、そういうこともそうだし、他人が何を欲望してるのか、何を大事にしてるのかってことについても、捉え方を単純にしちゃうと真実から遠ざかっていってしまうところがあると思うんですよね。もしだから人が大森林のようなものであるならば、その中にはいろいろな未知の生き物がいるわけで、一目見てもそんなに簡単には分からないわけじゃないですか。ですから、油断するなってことですよね。自分自身に対しても他人に対しても油断しちゃった人はそれだけのものしか見れないわけですから、見てください、このたくさんの木々、屋久島のね、一目見ても、そう簡単には分かんないじゃないですか、何がいるのかとか。それが存在のあり方であって、人間っていうのももしね、大森林のようなものがあるならば、一目見て、自分はこうだと分かるものではないと。そもそもずっと時系列の中で暮らしてきてるわけですから、今の自分というのはもちろん過去の自分からずっとつながってるわけだし、未来の自分へとつながっていくわけだから、その中でかつて経験したこととか、これから経験すること、かつて夢見たこと、これから夢見るかもしれないこと、忘れてしまっていること、忘れてしまっている過去っていうのはまだ経験してない未来と見ていて、おわごとんぼ、自分という森の中にはおはぐるとんぼもいるかもしれないわけだからね。で、そういうさまざまなものを、引き受けて生きるということは、結局常に驚きが待ってるかもしれないってことを認めるってことでしょ。で、自分に対してまずそうであるならば、他人に対してもね、そうであることはできるはずで、やっぱり今のネット社会がもたらした極めて浅い態度というのは、他人のことをとにかく分かったと思うことなんだと思うんですよね。ネット上ではお前はこうだろうとか、そういうふうに決めつけてる人がいますけど、ああいうのを見て僕は残念だなと思うのは、ああいうに決めつけてる人って自分のこともそう決めつけちゃってるんだろうと思うんですよね。実際にはこういう大森林がそれぞれの人の中にあるのに、そのことを見ないということは、自分の中にもやはりそういう大森林があるってこと、見られないってことですか。それは本当に残念なことだろうと僕は思うわけです。ですので、なんか人はそう簡単には見切れるものではないってことをね、やっぱり我々どっかで、分かってる必要があるのかなと思うわけです。まあそれにしてもいいね、青空、飽きないね。でもこの多様性の一ついいところはね、飽きないってことですよ。全然飽きない、だって毎回違うわけだからね。毎回思いもしないものに出会うわけだから、それは飽きる必要はずがないわけなんで、なんかこの、しかもね、この全ての要素が全て整え合って、この森という生態系が成立しているわけですから、どの一つをとってもやっぱり
いらないものってないわけだから、その複雑な相互依存の関係っていうのがやっぱり、我々の性そのものなんですよね。だから自分の中にもいろんなその要素がある。例えばあのラージアングジモデルで有名なワルイージ効果っていうのがあって、ルイージ、任天堂のゲームのその、なんか良いキャラクター、それを作ったとしてもちょっとプロンプトインジェクションすると、お筋上げだったかな、もう、悪いキャラクター、悪い位置が出てくるという、そういう効果があるわけなんですけど、その悪い位置効果ほとんど今日歩いてますが、悪い位置が類似の中にも住んでるわけでしょう。でも悪い位置を、構成するような要素もなかったら、類似もそもそもいい人人としての類似も存在しないっていうか、そうじゃないと世界は理解できないっていうかね。いい人であり続けるためには、実は悪い人のことも理解できないといけないわけで、少なくともその個々の理論、内部モデルがないといけないわけで、ちなみに暑いですね、今日。暑いよ、これ。ルイージは悪い字を含むという命題は、僕は決して忘れてはいけないなと思うな。ルイージは悪い字を含むからこそ面白いんだって。今桜つつじ園ってとこに来てますね。よいしょ。よいしょ。ね。ふう。この全ての生き物、例えばでもね、全ての生き物は多様性の中で相互依存してるんだけど、だけど例えば太陽の光、太陽の光ってのは共通のロジックでもあるわけだよね。水もそうだよね。さまざまな有機物もそうだよね。だからこの森という人間一人一人の人間が大森林であるならば、その中での共通通貨みたいなのがあるはずで、それが意識クオリアなのかもしれないよね。だから森における酸素とか水のようなもの、それが意識におけるクオリアそして現れてみるかもしれないよね。ここ水が流れてるよ。ここにほら池があるでしょう、ね、ひさすらも研究されてる、トンボが飛んでますよ、こういう形でその、水も存在形態がどんどん変わるし、そういう意味ではクオリアも我々の意識という大森林の中でその存在形態がどんどん変わっていくし、変わっていくけど普遍的なものもあって、その多様性と、普遍性というものが、統合された並列性としてあるというこれが意識でしょう。その中でその大真理を揺るがす一つの嵐というか風というか、その中でそういう風として、おなんか落ちたね今ね、何だったんだろうな、風で落ちたんだ、ヤシの木のあるエリアだったから、ヤシの何かが落ちたのかな、面白いね。森の中でも時々ああいう、音が出たりするんですね、だからその大震を揺るがす嵐というか、突然風のようなものがひょっとしたら我々が自由意志と呼んでるものかもしれないかね、本当にゆっくりと、この森林の中を走っています。走っているというか、歩いているというか、まあトータルで1キロもないでしょう。だけどこの1キロの中に私はどれだけ多くのものを見たことでしょう、感じたことでしょう、なんという、さざめきが私の心を、おー、蝶だよ、これは白ギャギャかな、じゃあモンキャギャだ、モンキャギャがいましたよ。おー、立派なモンキャギャ映ったかな、お、なんか遊びに来てるみたい。モンキャギャがこの iPhone の画面を見てなんか遊びに来たね、不思議な時間だったな。モンキャギャが私の iPhone の画面に遊びに来た、そんな、屋久島の、午前9時過ぎを僕は
気温が上がっている中走っています。そして今一周が終わりました。ということで、我々は一人一人が大森林であるというそういう気づきについての旅なんでした。また屋久島来るぞ。